これより第2部ゲスト講師の特別授業、自己実現と旭川の可能性に移ります。講師のインクルーシブ代表取締役社長藤田誠さんが入場します。講師の藤田さんの経歴をご紹介します。藤田さんは広告代理店やゲーム会社、ウェブメディア、ポータルサイトでの勤務を経て、2007年にメディア収益化に特化したユニーク型エージェンシーインクルーシブを設立しました。小学館や集英社などの雑誌媒体のデジタル化や新規ウェブ媒体の事業立案、運営、収益化を多数行っています。ウェブメディア界の仕事人と呼ばれる藤田さんが将来の夢を広げようというテーマでお話しします。それでは藤田さん、講義をお願いします。どうもこんにちは、藤田でございます。よろしくお願いします。ですね、じゃあちょっと私簡単に自己紹介と、今日はですね私の簡単なこれまでの歩みとキャリアの方からすると、旭川の鉄産業というとですね、ちょっと浮き足ですけどお話していきたいなというふうに思っています。まあ夢に向かって前へ。はい、まず私なんですけど、先ほどご紹介いただいた通りなんですけど、大学を卒業でですね、広告会社に行ったりとか、いろんな会社を経験してまいりました。それで、33歳の時にですね、会社を自分でやってみようということで、一人ですね、会社を作りました。まあ、それでですね、14年ほどかかったんですけれども、株式会社が上場といってですね、皆さんも弊社の株主になれると思います。まあ、上場というのがありますけれども、まあ、そんなところです。これですね、まあ、そこそこ大変なことなんですけど、例えば部活で例えるとですね、日本のですね、会社って300万社ぐらいあるんです。で、上場している会社って3500社ですね。なんで、1000社に1社ぐらいです、ね、だから先ほど八木先生も少しだけお話ししました。高校野球でいうとですね、4000校くらい出てると思いますので、まあ、甲子園でいうとベストボーンなんだって、まあ、そんな感じです。なんで、まあ、私はサッカー部だったんですけど、まあ、市の選抜に選ばれるか選ばれないかくらいですし、特にそんな大した人間でもないですし、まあ、ただですね、社会人になって、自分が目指すですね、目標に向かって、まあ、頑張ってやったらですね、とかですね、まあ、会社としてですね、何言ってんだという話かもしれません、正直。このインターネットに関連するコンサルティング、いろんな人にですね、まあ、指導するという仕事、および新しい事業を、ね、ビジネスを作っていくというのが私の仕事でございます。で、これが私が高校の時にあったかというと、ないですね。私今47歳、皆さんも大体お父さんとかが、これちょっと上と同じくらいかもしれませんけど、高校生の時にはなかったし、けれども、まあ、振り返ればですね、高校の時からやりたいことっていうのはある程度実現したな、そんなふうにですね、思っておけてあります。で、まあ、で、ちなみにですね、画面は北海道と私はここなんですけど、私は普段東京に住んで以外、してますけれども、北海道に住まれているとですね、札幌ビルダーが北海道ライターというですね、インターネットの情報サイトを運営してたんですけど、これ我々の方でですね、昨年から作らせていただいて、運営してます。そういう意味で、旭川はですね、いろんな情報だったりも、それをご紹介しているというようなことでございます。で、また北海道で言うとですね、私の会社の役員で監査役というのがおるんですけれども、まあ、この方はですね、旭川の出身でして、まあ、旭川東高校から北大、その後トヨタのですね、ヨーロッパの社長とかですね、やられた方なんですけど、まあ、そんな方がですね、
私にいろいろですね、指導をいただいたりとかしていて、個人的にはですね、旭川とも非常に、まあ私の中では、まあ近しいというところ。まあさらにですね、ちょっと話が脱線しますけども、旭川といえばですね、まあ、まあ、陸上自衛隊、まあ、旧、まあ、軍と旭川みたいな話が昔ありましたけれども、ガダルカナル島っていうところにですね、私戦没者の遺骨収集っていうのをボランティアで何年かやってるんですけど、非常にこの辺のですね、旭川の方も、多くですね、亡くなられたりとかしていて、そういう方のですね、ご遺骨がまだまだ海外にそのまま、あるということをですね、お手伝いをしていたということもありまして、まあ、そこの、主要な部隊がですね、旭川出身ということもあったりなんかしてですね、個人的にはですね、思い入れの深い町でございます。はい。で、次行きますね。まあ、さらにちょっとその、先ほどの紹介ですけど、こういう、皆さんも見たことがあるようなインターネット、雑誌のデジタル化を運営したりとか、今ですね、ご一緒している会社っていうのは、北海道ですと北海道放送さん、HBC さんですとか、あとは、まあ、北海道文化放送さんですとか、まあ、そういうところのですね、テレビ局が今後インターネット化していくよと、どんなふうに事業を進めればいいんだろうね、ということに関してですね、仕事をしているということでございます。でですね、ちょっと夢というテーマでちょっとお話ししたいと思いますけれども、私ですね、47なんですけど、まだまだですね、いろんな実現したいことがあるというところでございます。まあ、皆さん16歳ぐらいかな、だと思いますんで、そもそも47歳まで、そんな先のことはわからないし、私もですね、17歳の時にそんなおっさんになるとは思ってなかったんですけど、まあ、なったということなんですね。ただまあ、皆さんがこんな自分になりたいなというのと同じようにですね、私もまあ、おじさんではあるんですけども、皆さんと同じような気持ちを持ってですね、あんなことがしたい、こんなことがしたいというふうに思っています。例えば私ですと、まあ、日本を代表するですね、インターネットのサービスを作ってみたいとかですね、まあ、日本の代表としてですね、アジアを代表する新しい何か、アジアにどんどんいろんな日本のことをですね、紹介するような、インターネットの情報メディアをですね、作ってみたいとか、まあ、そんなことをですね、考えてます。夢っていうのはですね、どんどん変わるというふうなものは皆さんも、まあ、ご存知だと思います。幼稚園の時にですね、思っていた将来になりたいことと、まあ、大体野球選手とかサッカー選手とか、電車の運転手とか、それずっと今までも思ってる方もいるし、そうじゃない方もいるし、変わりますよね、夢って。夢は変わるんですけど、ただその、別に変わることはいいと思う。ただまあ、いつもその、なりたいものだったり、こんな風に生きていけたらいいな、ということはですね、ぜひ、続けていただきたいと思います。で、ちなみになんですけど、私はですね、高校の時は、戦場カメラマンとかですね、あるいはジャーナリスト、あるいは政治家になりたいというようなことをですね、思ってました。これ、今から考えるとどういうことだったんだろうというところなんですけど、まあ、ある意味その情報とかですね、言動で、人々に影響を与えるとか、気づきを与えるとか、そういうことをやってみたいな、なんてことがですね、そういうものに、そういう職業をやってみたいと思ったんだろうな、というふうに思ってます。まあ実際それにはなってませんけれども、結果的に、今近しい仕事をしているな、というふうに思ってます。はい。で、そんな思いでですね、会社を33で立ち上げ、47歳になり、そしてですね、会社を15年続けてます。社員も100人ほどおりますけれども、やはりですね、自分自身について、まあ、企業とはどうあるべきかとかですね、そういう信念を持って、働いております。やっぱり会社はですね、世の中の役に立つべきだと思うし、関わる人をですね、幸せにしたいと思ってますし、まあ、そのために自分はどんなことができるのかな、ということをですね、普段から考えているということですね。まあ、そういう意味では、最近コロナにもなりましたけれども、まあ、皆さんもですね、非常にご家庭ですとか、身の回りでですね、いろいろ影響を受けている方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、これをですね、ネガティブと捉えるか、この、
この現状を受け入れてですね、どう、変化させていくか、自分にとって、いい環境を作っていくのかということはですね、その人の気持ちの持ちようだと思ってますし、我々もですね、このコロナ禍っていうのを、受け入れた上で、事業をですね、ちょっとちょっと方向を変えるというようなことをやっています。まあそういう意味ではですね、心の持ちようによってですね、いかようにも、環境っていうのは変わりますし、同じものを見ていてもですね、大きく、変わっていくんだろうな、というふうに思います。成功の秘訣という話もします。成功の秘訣は、単純にですね、明確に一個あります。これはですね、続けることです。やっぱり続けてさえいれば、成功に近づいていくと言いましょうか。何々をし続けるということですね。まあ私なんかまだ、大した経営者じゃございませんけれども、世の中に立派な方はいっぱいいらっしゃるし、別に経営者に限らずですね、尊敬すべき方いますけど、やっぱり一日で何かを成し遂げた人はいなくて、結果的にその領域に関して、ずっとその突き詰めていったということですね。まあなので、私も現状よりもまたさらに努力して何者かになりたいと思ってますし、まあ皆さんもですね、今熱中しているものであったりとか、一生懸命頑張っていることはですね、ぜひ続けていただいて、そこに対してですね、自分ときっちり向き合って、自分の気持ちはですね、嘘はつけないと思いますので、そことですね、向き合い、日々改善していくことでですね、成功に近づいていくのかなということです。ちなみに成功っていうのは二つあると思ってて、周りからの評価も成功なんですけど、自分自身の評価も成功ですよね。で、まあ、比較的皆さん、今、ね、就職しようか、受験しようか、みたいなことをお考えになっていると思いますけど、まあ、偏差値でね、評価されたりもしてると思いますけど、周りの評価でね、偏差値が上がったから、親御さんに喜んでもらった、もちろんそれすごい大事なことなんですけど、もう一方でですね、自分自身の評価っていうのも、お持ちになるといいかなというふうに思います。周りの評価だけでですね、自分自身が形付けられると、どっかのタイミングでですね、非常に、自分は何者なのかみたいなことに、なったりもしますし、そういう方は本当に多いですので、ちょっとだけそういうのをですね、覚えていただけるといいかなというところでございます。